サンタクロースっているんでしょうか。ニューヨーク三新聞、1897年9月21日、社説欄。本紙は以下に掲載される投書に対して直ちにお答え申し上げるとともに、このようにまっすぐな方が読者におられることを心から嬉しく思います。こんにちは、新聞のおじさん。私は8歳の女の子です。実は友達がサンタクロースはいないというのです。パパはわからないことがあったら三新聞というので、本当のことを教えてください。サンタクロースはいるのですか？バージニア・オハンロン。バージニア、それは友達の方が間違っているよ。きっと何でも疑いたがる年頃で、見たことがないと信じられないんだね。自分のわかることだけが全部だと思っているんだろう。でもね、バージニア、大人でも子供でも何もかもわかるわけじゃない。この広い宇宙では、人間って小さな小さなものなんだ。僕たちには、この世界のほんの少しのことしかわからないし、本当のことを全部わかろうとするには、まだまだなんだ。実はね、バージニア、サンタクロースはいるんだ。愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんとあるように、サンタクロースもちゃんといるし、そういうものが溢れているおかげで、人の毎日は癒されたり潤ったりする。もしサンタクロースがいなかったら、ものすごく寂しい世の中になってしまう。バージニアみたいな子がこの世にいなくなるくらい、ものすごく寂しいことなんだ。サンタクロースがいないってことは、子供の素直な心も、作り事を楽しむ心も、人を好きって思う心も、みんなないってことになる。見たり聞いたり触ったりすることでしか楽しめなくなるし、世界をいつも温かくしてくれる子供たちの輝きも消えてなくなってしまうだろう。サンタクロースがいないだなんて言うのなら、妖精もいないって言うんだろうね。だったらパパに頼んで、クリスマスイブの日、煙突という煙突全部を見張らせて、サンタクロースを待ち伏せしてごらん。サンタクロースが入ってくるのが見られずに終わっても何にも変わらない。そもそもサンタクロースは人の目に見えないものだし、それでサンタクロースがいないってことにもならない。本当の本当っていうのは、子供にも大人にも誰の目にも見えないものなんだよ。妖精が原っぱで遊んでいるところ、誰か見た人っているかな？うん、いないよね。でもそれでないって決まるわけじゃない。世界で誰も見たことがない、見ることができない不思議なことって、誰にもはっきりとはつかめないんだ。あのガラガラっておもちゃ、中を開ければ玉が音を鳴らしてるってことがわかるよね。でも目に見えない世界には、どんなに力があっても、どれだけ束になってかかっても、こじ開けることのできないカーテンみたいなものがかかっているんだ。素直な心とか、あれこれたくましくすることしたもの、それから寄り添う気持ちや誰かを好きになる心だけが、そのカーテンを開けることができて、その向こうのすごく綺麗で素敵なものを見たり描いたりすることができる。嘘じゃないかって？バージニア、いつでもどこでも、これだけは本当のことなんだよ。サンタクロースはいない？いや、今この時もこれからもずっといる。バージニア、何千年、いやあと10万年経っても、サンタクロースはいつまでも子供たちの心を
ワクワクさせてくれると思うよ。その後、バージニアはニューヨークの学校の先生になって47年間子供たちを教え続けたそうです。